いやー、そろそろ何か新しいバッグが欲しいな。でもバッグって言ってもいろんなジャンルがあるから、どれが大人に似合うのかがそもそもわからないんだよな。誰か今すぐ買えて大人に似合うようなバッグバチッと教えてくれる人はいないのかなと思っている皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人に似合う最強のバッグ5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭にもお伝えした通り、大人のバッグ選びって結構難しいかなと思うんですね。そもそもバッグという言葉自体がかなりぼんやりとしてるわけなんですが、バッグの中にも様々なバリエーションがあるんですね。例えばトートバッグみたいなものもありますし、バックパック、いわゆるこうリュック型のものもあります。あとは休日ですね、サクッと持てるようなショルダーバッグだとかボディーバッグみたいなものもありますし、ラフなキャンバストートだとかエコバッグみたいなものもあるかなと思います。まあこれはですね、正直どれが正解というわけではなくて、皆さんのライフスタイルだとかお好みに応じてですね、選んでいただくのがいいかなと思うんですね。ですので今回の動画では、先ほどお伝えした5つのジャンルの中で特におすすめなもの、今すぐ買えるものでこれはいいなというものをですね、皆さんにしっかりめに5つご紹介したいなと思います。まあ5つというよりは5つのジャンルで、まあちょっとそれぞれですね、何点か候補が挙げられたらなと思っていますので、よかったらですね、今後のバッグ選びの参考にしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に大人に似合うバッグをですね、皆さんに1点ずつご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1つ目はですね、僕の動画の中でもたびたび出てくるようなジャンルで、まあ大人の男性にとってはですね、一番持っておいていただきたいジャンルかなと思ってるんですが、レザーのトートバッグですね。これが非常に使い勝手が良くて、カジュアルシーンでラフに使うこともできれば、ビジネスカジュアルなんかでも使うことができたりするので、僕はこのジャンルは大好きでですね、この15年ぐらい持ってない期間は全くないぐらいですね、すごく愛用してるジャンルなんですね。今手元には3種類あるので、後ほどご紹介したいなと思うんですが、今回その中でもですね、皆さんにご紹介したいのはこちらですね、シップスのスマートレザーバーティカルトートバッグですね。価格が 15,950円ということで、レザー製でこの価格というのはかなり優秀ですし、なかなかこれバランスのいいトートバッグだなと思いました。まあ、レザー系のトートバッグってもう定番的な位置づけなので、正直ですね、いろんなショップから出し尽くしてるわけなんですね。なので鮮度もないし、今更新作を出すっていうところもそんなに多くはなかったりするので、意外とですね、探してみるといいものがないんですね。そんな中で今回ですね、念入りに探したところ、このシップスのですね、レザートートバッグが非常にバランスがいいなということで、今回は1番手にご紹介したいなと思います。まずはですね、デザイン性ですね。もう本当にですね、ブランドロゴも入ってないし、装飾性も全くないので、ものすごく定番的なレザートートなんですね。だからこそ使い勝手がいいんですよ。様々な場面に使いやすいので、カジュアルでもビジネスカジュアルでも使えるというところでは非常に優秀かなと思います。まあ、レザーの質感もですね、価格が結構抑えてあるので、ものすごくいいというわけではないんですが、十分すぎるぐらいだと思いますね。表面には少し脂肪感があって、このあたりもですね、味わい深くて、なかなかバランスがいいかなと思います。ただ脂肪もですね、かなり強めに出てるという形ではないので、割と上品さもあるので、ビジネスシーンなんかでジャケパンスタイルだとかセットアップのスタイルなんかに合わせていただくことも十分に可能かなと思います。でサイズ感もちょうどいいんですね。海外製のレザートートとかも僕買ったんですけど、結構でかくて日本人にはちょっとトゥーマッチやなっていう感じがしたんですけども、まあやはりですね、このあたりは日本規格なのでサイズ感ちょうど良くて、割とですね、この縦横比もやや縦が長いぐらいでバランスもいいし、大きすぎず小さすぎずというところで、これぐらいがちょうど使い勝手がいいかなと思います。肩掛けもできるような長さもあってバランスがいいですし、あとは内側の構造ですね、ここがやっぱり日本的だなと思います。ちゃんと PC が収納できるようなパッド付きのですね、収納スペースがあったりだとか、ジップ付きのポケットがあったりだとか、内側が結構ですね、使い勝手のいい形で丁寧に作り込まれてるんですね。そういった意味ではバックインバックとかがなくても、中が整理された状態で綺麗に持つことができるので、このあたりも含めて完璧だなと思います。久々にですね、優秀なトートバッグに出会えたなという感じがするんですが、カラー展開も豊富なんですね。ただ個人的にはやっぱりこういったトートバッグ
みたいなものも長く使うのでブラックが鉄板かなと思います。ネイビーとかダークグレーとかブラウンとかも割とですねシックな色でいいんですが、シャープに見えるブラックが個人的には一押しかなと思います。まあなかなかイメージつきにくいかなと思うので私物をご紹介しますが、これはですね僕もビジネスシーンでよく使っているアーというブランドのですねレザートートバッグなんですが、サイズ感としてはあんまり変わらないぐらいかなと思います。ちょっとだけ縦長になっていまして、この持ち手のレザー部分も細いというところではちょっと近しい部分はあるかなと思います。脂肪感はですねアーのものはもうちょっと強めに出ているんですが、シップスのものはもう少しですねサラッとしたような感じかなと思います。今回はシップスのものをおすすめしたいんですが、個人的にですね最近よく使っているのはですねここ1年半ぐらいかなよく使っていまして、エンダースキーマというブランドのですねカウバックというシリーズですね。これまた何の装飾性もないシンプルなもので、革がですねすごい柔らかいんですね。今中にですね雑誌入れていますが、これ入れないとですね自立もしないですし、かなりですね形状としてはしっかりとしたバッグというよりはラフなレザー系のバッグということで、個人的には最初買った時には驚きがあったんですが、意外と使ってるとですね心地が良くて軽いですし、かなり使い勝手がいいんですね。なので割と仕事でカチッとしたい時には割とこのようなですねアーのレザー系バッグを使ったりだとか、あとはオフでですねちょっときれいめに使いたいなという時にはこちらのエンダースキーマのカウバッグ使ってるんですね。これはねなんか使えば使うほど味わいも出てきますし、この柔らかさだとか気軽に使えるところ、キャンバストートぐらいに楽に使えるのでなかなか名品かなと思います。価格はですね2万900円というところで、まあちょっと値段は上がってしまいますが、まあ、かなり人気のレザー系のブランドで、お財布の回にもご紹介しましたが、まあ、本当にセンスのいい方がよく使っているブランドの一つなので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。あとビジネス系で使えると言ったら、これ僕のブランドとバックブランドのフェティアさんがコラボレーションして作ったレザートート、これはですね縦と横の比が大体ですね同じぐらいのですねトートバッグで、まあ、非常に上品な見え方になってるんですね。これはなんかオフでサライト使うよりはビジカジなんかの時にはより使いやすいような質感で、レザーのですねグレードも結構いいですし、ちゃんと大人っぽく上品な見え方してくれるので、このあたりも、まあ、在庫があればおすすめかなという感じですかね。はい、ということでこういったレザー系のトートバッグというのは大人世代にはもう間違いなく欠かせないアイテムになってくるかなと思うので、まあ、ぜひですね皆さんの無理のない範囲で一つちゃんとしたものをですねゲットしていただければなと思っています。続いて2点目のジャンルなんですが、休日にですね手ぶら派の方にはやっぱりこのボディバッグだとかショルダーバッグというジャンルはですね欠かせないかなと思うんですが、今回ご紹介したいのはこちらですね。バックジャックのコーデュラナイロンコブラバックルヒップバッグですね。価格が 18,590 円ということで決して安くはないんですが、これはですねボディバッグの中ではかなりかっこいいなと思ったので皆さんにご紹介させていただきたいなと思っています。まあ、このジャンルって結構ですね休日のおじさんが持ってるようなイメージもあるので、失敗するとやぼったく見えがちなんですね。なので選ぶとしたら僕はオールブラックで装飾性がないものの方がいいかなと思うんですね。まあ、これまでご紹介してきたもので言うとですねアークテリクスだとかノースフェイスだとかこのあたりのですねアウトドアブランドですね、そういったものをご紹介することが多かったんですが、未だにそういったものを持っていただいても間違いないかなと思うんですけども、やっぱりこうスポーツブランドのロゴが入ることでカジュアル見えしてしまうというところもあるので、ちょっと浮くかなという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、そんな時に大人っぽい着こなしにバシッとはまるのがですねこちらのバックジャックのですねボディバッグになってくるかなと思っています。まあ、このブランド自体は最近様々なセレクトショップでも取り扱いがあるので知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、ベルリン発祥のですねブランドで、まあ、少数精鋭のですね職人の方々によって丁寧にですねものづくりが行われていまして、デザイン的には本当にミニマルシャープでどことなくですねモード感漂うようなそんな雰囲気なんですね。もう僕もバックジャックといえばなんかブラックのイメージが強くて、まさにこのバッグも象徴的なですね見た目になってるかなと思います。まあ、デザインにはですね一切の無駄がなくて、素材はですねコーデュラナイロンを使ってるんですね。ちょっとしっとりとした光沢感をまとっていて、この素材の質感だけでもですね上品さが漂うかなと思うんですね。そしてこちらのブランドの特徴でもあるシルバーのですねバックル、これまたですねストイックでシャープさも漂っていて、なかなかバランスがいいかなと思うんですね。ストラップの長さ調整が容易にできるというところで機能性が抜群にいいというところもあるんですが、単純にこのパーツの見た目もかっこいいので、ちょっとしたアクセントとしても効いてくるかなと思います。サイズ感もコンパクトで、背中に持ってくるよりも前に持ってきてですね着こなしのアクセントにしても良いぐらいですね非常にバランスのいいデザインになっているので、これは大人世代には結構おすすめかなと思います。まあ、難点があるとしたら多分数があんまり多くないかなと思うのですぐ売り切れてしまいそうな予感はしてるんですが、結構今おすすめできるボディバッグとしてはこれ最高かなと思うので、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、
ックジャックはですね、他にも様々な形のですねバッグやってるので、まあ、今後もちょっとチェックしていきたいなと思ってるんですが、今回は一発目ということで、このボディバッグですね、ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のジャンルなんですが、バックパック、いわゆるリュックですね。こちらもですね、結構使ってる方多いと思うんですね。まあ、背負っちゃうので両手も空きますし、かなりですね中にもたくさんのものを収納できるので、バックパックは好きだという方すごく多いかなと思います。ただちょっと前までは、大人がバックパックというと子供っぽく見えるとかダサいとか、そういったですね印象も少なからずあったかなと思うんですね。でも最近ではそんなことは全くなくて、おしゃれな方もバンバンですねバックパック持っていますし、割と大人見えするようなものも増えてきているので、僕自身もこのジャンルは好きでですね日常使いをしています。ただやっぱりですねレザー系のトートバッグの方が仕事で使うことが多くて、バックパックに関しては個人的にはですねちょっとした旅行だとか荷物が多い時に限って持つようにしてるんですけども、その中でも今回ご紹介したいのはですね、こちらですね、ノースフェイスパープルレーベルのフィールドデイパックですね。価格が 22,880円ということで、まあこれはですね名作だなと思います。バックパックというとですね、やっぱりこうカジュアルなイメージが強いので、その中で大人見えさせるにはですね、なるべく単色でブラックだとかシャープな色合いの方が圧倒的に使いやすいかなと思うんですね。バックパックも1個持っていて2個目3個目となればですね、ちょっと色とかデザインで遊ぶのもいいかなと思うんですが、ちゃんとしたものを1個持っておいて、それをですね何度も何度も使うのであればブラックがいいかなと思うんですね。ただブラックのシンプルなですねリュックサックだとですね、おしゃれなのかそうじゃないのかわからないっていうことも少なくないんですね。他にもいろんなブランドのものがあるんですが、素材の質感だとかデザインのちょっとしたバランスなんかで違いを出すこともできるんですね、ブラック系のバックパックの中で。ただもうちょっと分かりやすさだとか、なんかこう自分の中でも気分が上がる感じというのを出したいのであれば、パープルレーベルのですねバックパックというところが僕はですね最強なんじゃないのかなと思います。ベースとなるのは本当にシンプルなですねブラックのデイパックになっていまして、70年代にですねノースフェイスで作られていたデイパックですね、これをベースにしながら素材やディティールなんかをですねアップデートして作られているのがこちらのモデルになっています。サイズ感もちょうどよくて、あんまりにも大きすぎるとバッグ自体が着こなしと馴染まずに浮いてしまうんですね。でちっちゃすぎるとこれまたですねちょっとウィメンズっぽく見えてしまって男性との相性が良くないので、これぐらいのサイズ感というのが非常に使いやすいんですね。デザイン自体はベーシックで使いやすくて、中の構造としましては最近のバックパック特有のですね、2層式になっていて中間部分がセパレートされていたりだとか、内側のポケットなんかも充実してるので、そのあたりも使いやすいかなと思います。機能的な部分に振り切ったバックパックというのは他にもたくさんあるので、そういったものに比べれば割とシンプルな中の構造にはなっているかなと思うんですが、必要最低限はちゃんと押さえてあるので僕は問題はないかなと思います。その中でも何といってもですね欠かせないのがパープルレーベルの紫のロゴだと思うんですね。ノースフェイスのバックパックというのは結構持ってる方は多くて、大人も持っていれば結構若いですね世代なんかも持っているので、そこまで差別化ができづらいところではあるかなと思うんですが、パープルレーベルのロゴですね、紫地に対してホワイトのノースフェイスのロゴですね、これが入っているだけでちょっと特別感があるんですね。ここはロゴの力をうまく利用して、真っ黒の普通のバックパックではなくてちょっとした黒とかみたいなのを出すには非常にバランスの取れたですねバックパックかなと思ってるんですね。ギラギラしたブランドもののロゴがついてるのはちょっと賛否両論あるかなと思うんですが、パープルレーベルのロゴ自体は見慣れたノースフェイスのロゴでもありますし、なおかつこのパープルの色合いが綺麗で、結構このロゴ自体のデザインが洗練されているので、これがワンポイントくるだけでもちょっとしたアクセントになるので、個人的にはこれバランスすごくいいんじゃないのかなと思っています。価格も決して安くはないんですが、定番的にですねリリースされているバッグなので1個持てばしばらく使えるので、そういった意味でもですね息の長いアイテムかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。ちなみに個人的にですねここ数年ずっと愛用しているのがこちらですね、アンドワンダーというですねアウトドア系のアイテムを得意としたブランドのですねバックパックなんですが、僕自身あまりバックパックというジャンルは正直あんまり好きじゃなくて持たないことが多かったんですけど、これと出会ってからはですねあらゆる場面で使ってるんですね。こちらも同じくですねブラックのシンプルな形状なんですが、ちょっとこういったメッシュ状の部分があったりだとか、ここに荷物入れることもできるんですが、入れると透けて見えるので使うことはありません。あくまでデザインのパーツとしてこのメッシュ部分もすごくバランスがいいかなと思います。形状はですねおにぎり型で、ノースフェイスとパープルレーベルのバッグとそ
こまで大きく違わないんですが、アンドワンダーのロゴですね、このあたりもやっぱりですねデザインのパーツとして効いてくるんですよね。これあるかないかで言うと、ないとですね結構シンプルな見た目になってしまうので、あるだけでもちょっとした気分も上がるなと思います。アンドワンダーってこういったブラック地に対してステッチ使いがホワイトで入ってたりだとか、まあ、こういったちょっとこうブラックの中にホワイトを混ぜるのがですね特徴的なブランドではあるんですが、非常にですねまとまっていて、個人的にはもう大好きなバックパックなんですね。なのでノースペースのこちらのバックパックも欲しいんですが、これがまだ現役の限りはなかなかですね買うことができないでいるんですが、まあ、ぜひこれもですね一つの候補として検討してみていただければなと思っています。はい、続いて4つ目のジャンルなんですが、こちらにあるようなですねキャンバス製のトートバッグですね。まあ、ちょっと見ていただきたいなと思うんですが、僕はこのジャンル大好きで、休日に持ったりだとか、あとは職場まで来るまでのですね道のりとか、こういったキャンバス製のトートバッグが最もよく使ってるかなと思うんですね。ちょっと今回2つ持ってきたんですが、まあ、長らく使ってたのがこちらですね、 N ハリウッドのですねキャンバス製のトート、これはですね2台にわたって使っていてめちゃくちゃ気に入ってたんですね。一番最初にですねレザー系のトートバッグを皆さんにご紹介しましたが、あれはあくまでちょっと小綺麗な着こなしだとか、あとは仕事用で使うことが多いんですね。日常にサクッと持つにはちょっといかつさがあるので、個人的にはキャンバス製のトートですね、このあたりの素材感の方がラフに持ちやすいんですよね。なので愛用しているんですね。まあ、キャンバス製トートというとやっぱりこう気なりのですねシンプルなものが圧倒的に多いんですが、そうじゃなくてシャープに見えるようなものが僕は好きなので、ブラックベースの N ハイのものをこれもクタクタですよね、気に入って散々使いました。でこういったものがですね他にもあればいいんですけど、なかなか見つからないので新調することができないまま数年が経ちですね、それだったらもう自分で作っちゃおうということで、ようやくですね最近はこちらの自分のブランドのものをですね使うようにしているんですが、やっぱり色に関してはブラックが圧倒的にかっこいいなと思うんですね。着なりのものだとすごくカジュアル感が出てしまうので、個人的にはキャンバス地なんだけどもブラックでシャープな雰囲気にしたくてこういったものを選びました。あとはですね生地の厚みとかも結構重要で、 N 張りのものもすごく良かったんですが、そこまで厚みのない生地だったので、もうちょっとですねカチッとした生地のものにしたいなということで、12オンスのですねしっかりめの生地を使って作っています。でサイズもですねもう少しだけ大きくしたいなということで、今こちらには14インチの PC ありますが、そういったものでも余裕で入って、今雑誌が入っていますが余裕で入るぐらいのサイズ感になってるんですね。でただのブラックのトートバッグじゃつまらないので、ちゃんとこのデザインも入れるようにしまして、今回はザ・トートという名前にしまして、そういったタイトルが入っていて、その下には僕のブランド名のですねソープロダクツっていうのがですね筆記体で手書き風に入れてあります。その他にはですねどこかこう商品タグに見えるようなデザインを落とし込んでいるんですが、ちゃんとこの部分だけをですね専門のデザイナーにコンペで作ってもらったぐらいですね結構力を入れて制作したバッグになっています。でこのようなキャンバス製のトートバッグってもうシンプルな形状のものが多くて、内側のポケットついてないものが圧倒的に多いんですね。まあ、N ハイのものもついてなかったんですが、まあ、なんだかんだで僕は整理整頓得意じゃないので、ちょっとした内ポケットがあった方が嬉しいんですね。なので内側にはですねこういった小物が収納できるようなスペースをつけていまして、ここにですねスマホだとか、あとはですねイヤホンだとか、そういったものを収納することができるので、小物なんかも入れることができるんですね。そういった使い勝手の良さだとか、しっかりとした生地の厚みを持たせている点だとか、ミニマルなんだけどもちょっとしたアクセントになるようなデザインが入っているというところではかなり使いやすいですし、意外とこういったトートバッグないので、これはおすすめできるかなと思っています。まあ、休日にラフに持つようなバッグとしては、僕はですねショルダーバッグよりはトート型のものの方が意外と収納量も多いですし、使い勝手がいいなと思ってますし、あとは通勤だとかいろんな場面でも使えるので、こういったトートバッグなかなか便利かなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですねこちらのバッグもチェックしていただければなと思っています。続いてラスト5点目のジャンルはエコバッグですね。これ初めて僕の動画の中ではご紹介するジャンルかなと思うんですが、まあ、最近はどういったお店に行ってもですね袋自体有料になっていますので、まあ、エコの観点から言ってもですねエコバッグをですね持ち歩いてそこにですね入れる方も増えてるかなと思うんですね。僕自身もエコバッグは日常的に持ち歩いていたんですが、結構使ってよかったのがみんな大好きカルディのトートバッグですね。これがねめちゃくちゃ使い勝手が良くて、小さくまとまるし、意外と
ブラックベースでホワイトのですねカルディロゴが入っていて割とかっこいいんですよ。なのでこれをですねいろんな場面に持っていたんですが、エコバッグのですね使い勝手に味を占めてしまってですね、最近ではもうちょっと気分が上がるものを持ちたいなということで、僕が最近買ってですねよく使ってるのがこちらですね、まあ、バグーというですねエコバッグのですね専門ブランドがあるんですが、まあ、そちらにですね 1LDK が別注をかけたスタンダードバグー 4LDK スタンドというですね、こちらをですね日常的に愛用しています。これ結構大きさもあって荷物めちゃくちゃいっぱい入るんですよね、まあ、バグー自体のですねこのベースのデザインっていうところもバランスがいいんですが、そこに対しておしゃれが好きな方はよく通っている 1LDK、 僕自身もですね中目黒の店舗はもうできたばっかりの時からずっと通っているんですが、久々にですねこの前寄った時にこちらを見つけたのでこれいいじゃんということで購入しました。まあ、スタンドバイミーというシリーズがありまして、ここはですね僕はキャップ持ってたりだとかいろんな小物もですねこのシリーズで持ってるんですが、ブラックベースに対してこのオレンジのロゴが入っていて、ちょっとこのカラーのコントラストも含めてなかなかバランスいいなと思ってるんですね。まあ、ここにですね 1LDK スタンドということでロゴも入ってるということで、シンプルなんだけどちょっとビビッドなオレンジが効いてるというところではかなり気に入ってるんですね。まあ、カラー展開が豊富でいろんなカラーがあるので、ぜひ、まあ、皆さんも選んでいただきたいなと思うんですが、これ持ってたらですね奥さんからいいなと結構ですね羨ましがられたぐらい、かなりいろんな人から褒められるバッグなんですね。結構これ自体は大きくて、僕の場合はですね外出した際にですねいろいろ服を買って帰ることが多いんですが、かなりたくさんの量入ります。しかもこれも折りたたみがちゃんとできるようにですね袋もついてるので、まあ、その中に収納すれば旅行だとかそういった場面にも持ち運びも気軽にできるので、これは1個持っておくと便利かなと思います。カルディのバッグはですね日常使いなんですね。お買い物の時なんかにはいいかなと思うんですが、ちょっとこうおしゃれをして出かける時なんかには荷物多くなってった時にこういった 1LDK のエコバッグなんかがあると、これはこれで一つのファッション的なアクセントにもなるかなと思うので、個人的にはかなりのおすすめです。まあバグー自体はですね結構有名なブランドでいろいろなショップで置いてあるんですが、コラボレーションモデルのこういったものはまだ被ることがほとんどないので、ぜひよかったら皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人に似合うバッグ5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、5000と言いつつですね結構な数をご紹介したわけなんですが、まあ、今回様々なジャンルのバッグをご紹介させていただきました。まあ、よく考えれば考えるほどこれぐらいのジャンルの中から選べばまず間違いがないかなと思うんですね。まあ、かつてですね僕もこうクラッチバッグみたいなものを持ってた時期もありました。バッグにもトレンドがあって旬な時期もあればそうじゃない時期もあったりするんですね。そういった意味では今こうクラッチバッグみたいなものはちょっと下火になってたりするわけなので、今回ご紹介した5つのジャンルの中からまあ2パターンとか3パターンぐらい持っておけば僕はすごく十分なのかなと思うんですね。自分自身はですね仕事ではレザー系のトートバッグを使って、通勤だとかちょっとした休日の際にはキャンバストートを使っていて、そしてエコバッグは必ず常備をさせているという感じですね。あとはアウトドアの機械だとかちょっとした旅行の際にはバックパックも使うので、意外とボディバッグ以外は全部使ってるかなと思うんですね。まあ、皆さんもですねシチュエーションに応じてバッグをいくつか使い分けていただくとですね、まあ、そのコーディネートに合ったバッグ選びができるかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルだとかドメスティックブランド、あとは今日ご紹介したようなですね結構ニッチなアイテムなんかは僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構頻繁に皆さんにご紹介しています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形で結構ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画見てられないよという方もいらっしゃると思うんですね。そんな方のためにオンラインサロンっていうのをやってます。こちらは動画じゃなくて文章と写真でおすすめのアイテムですとか僕自身が買ったものを毎日投稿してます。僕もですね記事投稿してますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね記事をアップすることができるので、結構いろんなバリエーションの記事をですね読むことができるので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。